前が全然違うね。違うでしょ、うん、そうなんですよ、だからこれはやっぱピアノで、ピアノもそのアコーディオも一緒なんでしょ、うん、それは合わせるっていうのはね、難しいよ、難しいでしょ、シクラメンの子、うん、私100万本のバラ得意やな、加藤さん、子さんよう、うん、この頃あんまり聞く機会がないし、腕が大きいよ。ああ、そうですね、そうですね、うん、おー、その前やるんですか。そうなんです、うん、私から想像もつかないでしょちょっとね、この話をさせていただきましょう。これがね、実は今日あの長留さんと一緒に、演奏しようと思ってる、この持ってきたサックス、まあこれ中古のヤマハのサックスですから、特別、高価な高級なものでもありません。ただ今練習してるサックスですね、去年のちょうど10月から練習し始めまして、で今100万本のバラをね、長留さんにちょっと手慣らしをしていただいて、私もちょっとあの楽を見ながらじゃないとですね、ロッキーですの、ですね、これですね、こんな感じです、わかりますの音、もう一ペンぐらいしましょうかね。もう一ペンぐらい、うん。なんか音が合ってるようで、あのこっからね、長留さんね、半分入りました。そうですね。あの前半はね、ちょっと合ったような気がするんですよ。この左半分がこのシャープ4つでいきます。うん、でこれがサビの部分ですね。うん、でそしてそれからもう間奏なしで、ここが半分上がって、ここから始まってここで終わりと。じゃあ。今度がラストチャンスで私もだいぶ失敗しました。なかなかね、これあの中田さんね、自慢じゃないんですけどね、今まで練習して一回たりとも正しく指が絶対サビの部分はそうでもないんですけどね、その表のところをね、で絶対間違うんですよ。まあ私にとって4つあるというのは本当非常に難しいところで、さあ始める。
違うね。店長